そこら辺の銀行からすると、銀行預金、我々が預金っていうのは、負債なんですね。貸した通貨。これが資金になるわけですよ。はい、資金、はい。この負債、いわゆる銀行預金からその通貨を貸し出してるんじゃなくて、通貨っていうのはそもそも信用創造なんですよ。だから、無から生まれるっていうのが正しい事実なんですね。ということはどういうことかというと、我々が銀行行って1億円貸してくださいって言ったら、はい、わかりましたって言って、通帳にパチ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 ってキーボードで打つと。で、これで1億円の通貨が世の中に出てくると。これが正しい考え方なんですね。で、この世の中に出た1億円の通貨で僕がいろんなところに投資すると。会社を。で、その会社を作って生産すると。で、その生産したものが売り上げとなって、そこから従業員さんの給料になって、これが国の GDP とか消費ですわ。いわゆる消費。総所得っていうのが GDP と一緒やねんけどね。国民総所得みたいなもんですよ、GDP っていうのはね。ということはね、誰かが通貨を借りないと、始まんないってことですね。その通貨は出てこないんですよね。現代通貨の考え方の原点っていうのは、債権と債務、いわゆる貸し方と借り方でセットで成り立ってるんですよ。もっとわかりやすく言うと、我々みたいな民間会社がね、一斉にそこら辺の銀行に債務、いわゆる借金を返済始めるとみんなが一斉によ。ということは、最後はなくなるわけよ、これ。なくなりますね。だから要は、債務、いわゆる借金がないと資産もないっていうことなんです。こういうことなんですね。